このように黒いシャツをね着てくれている素晴らしい、メンバー、本当に素晴らしいです。ご紹介したいと思います。じゃあまずドラムから、北井邦人。髪の毛の色ビフビフからすぎて、えメンバーでしたっけっていう、ね、そうですよねっていうね、ちょっと衝撃を受けましたけれども、ね、そしてベースはこちらも本当に素晴らしいです、勝谷匠。まあ、残念ながら髪の毛はピンクじゃなかった、ね、でも心がねピンクですね、心ピンク大丈夫ってね心がショッキングピンクすごいですね。でもまさにショッキングピンクなことを分かってくれて、ね、バンドのことを分かってくれてありがとうございます。そしてですね、あの今日のライブは配信もしてます。YouTube と Facebook で両方でやってると思うんですけれども、なので、まあ後からご覧いただくことももちろん可能ですし、あの今日ね来れないっていう方もね今見てくれてると思うのでありがとうございます。なので皆さんあれですよ、放送禁止用語とか叫んじゃダメですよ、ピーってねすごい言いたくなっちゃうかもしれないですけれども、そしてそしてすみません、もう情報が多すぎて、今日はこの素晴らしい赤坂エムセス東京の今日、リニューアルオープンですよね、ですよね、リニューアルオープンおめでとうございます。こういう、まあなんていうんですか、こけら落としというんですか、日本語での日に出演させていただき、本当に光栄に思ってます、嬉しいです。で、あの先ほどね、あのお食事とかもちょっといただいちゃったんですけれども、お食事もすごい美味しかったし、もうね、スタッフの方も最高ですし、もうオーナーも最高、そしてこの内装、新しくなった内装めっちゃかっこいい、今日こうやってステージに立てて幸せです。じゃあもうね話が長くなっちゃうので、どんどん次の曲いこうかな。次の曲はですね、なんかいいことあります？大丈夫？なんか私しか喋ってない、じゃあ後ほどね、エリサジオとゆかりにはめっちゃ喋ってもらうとして、まず何にも喋んない。じゃあ次の曲は、エイミー・ワインハウスという人も作った、あのみんながねお酒飲むのやめなさいって、あなたリハビリテーション施設に行った方がいいですよって言われるんだけど、なんじゃなっていうね、大丈夫、私ノーノーノー、大丈夫、きっと大丈夫という曲でございます。
配信しかやってなかった時を思い出して The Rebooties の3人だけでやりたいと思います。ちなみにこれからやる曲のプロモーションビデオを今鋭意制作中でありまして、もうすぐ完成すると思うのでぜひ、はい、ご覧ください。完成したらね、thank you.
文字に頼って生きてるんですよね。見るぞって意識しないと見えないっていうね。あの今バッドガイワールドに言いました。じゃあもうすごい今日盛り盛り盛りだくさんなんですけども、今日デビューする曲があります。このここで今この今日デビューする曲はですね、あの、まあ、リブーティーズは今後オリジナル曲もどんどんやっていこうと思ってるんですけれども、リブーティーズとして初めてできた曲です。なんか説明ありますか、リサジオからは。すっごい緊張します、うん、自分が初めて、ね、あのポップスを書いたんですよ。このなんか入れるやつとか写真とか、まあ、聞いてないからね。なんかこんなに披露するのって緊張するんですねっていう、なんか今もゆっくりな心境なんで、ちょっともう始めちゃいましたから。始める。じゃあ、あの、本当はどうしたい？あ、はい、一度。同年代の、なんか女の子の
しいです。もっとね、歌い込んでいきたいですね。今日ね、人前で初めて歌ったので、もっともっとあの歌い込んで、こう、血肉化していきたいなと思います。ありがとうございます。いや、本当にいい曲だね。とってもいい曲。いや、ちょっとじゃあ、もう一回。作詞作曲家、全国の作詞作曲、大川絵里さん。デビュー。全国もかけちゃうんだってね、もう衝撃ですよ。じゃあ、次の曲でこのステージ最後の曲、おっとっと、おととと。そうね、やっぱ、そうね、押す、押してないか、まだ平気だ、平気。むしろよし。次の曲はこの2人にも爆発してもらいましょう。そうですね。うん、じゃあこの曲はね、皆さんの力がないとできない曲なんです。手拍子を一緒にしてほしいんです。で、私も頑張るんですけど、こう歌に集中してくると手拍子がおろそかになっちゃうの で、エリサちゃんもね、手拍子頑張るんだけど、下がってるんだよ。そう、さっきどうやってやろうかな、なんかこう、こういうふうにいろいろ考えてるんだよね。どっかに浅いかなって。こうやってやろうと思ったんですけど、できないので、本当に皆さんのお力を必要としている曲でございますので、よろしくお願いします。
Great. It's amazing. Yeah. Yeah.
紹介しちゃおうかな。しようかな。ピアノ山野ゆか子。ゆかにも MC マイクね、一応あるよね。なんかちょっとゆかりが全然喋ってないから、もうゆかりんファンが、全国のゆかりんファンが泣いている。歌うの？何ですか、やっぱ TM レボリューションですかね。なんか白いしね。体が夏になるみたいな、あったよね、その曲。あったよね。ゆかり、ゆかり、私のこと。ということでね、次の曲いきましょうか、そろそろ。これはブリトニー・スピアーズという
メンタルのナンバーをやってもらいたいと思います。じゃあゆかに紹介してもらえるかな。この曲は私の、大好きなピアニストのジャッキー・テラソンという方がいまして、その方のアルバム「Take
けど楽しかった。すごいかっこいいですね。手がねどうしていいかわかんない。フルートいつも持ちやってるから、どうしようみたいななったんですけど。はい、じゃあ、もう一度素晴らしい今日のメンバーお呼びしたいと思います。オンボーカル加藤咲希。そしてベース勝也。カモン。どこにかけてるの。そしてドラム北井くん。イエーイ。すみません、あっちの宇宙の世界に行ってました私。じゃあ次の曲はリブーティーズでやるのは初めてですね。ゆかりね、うん、ゆかりのナイスアレンジの皆さんご存知のあの曲でございます。
じゃあちょっとここでさらっともう一回あのメンバー紹介をさせてください。ピアノ山野由佳子、フルート小川恵里さん、ボーカル松崎です。そしてベースは勝谷拓実、そしてドラムが北井邦人で、今日は配信もしてるんで、あの配信スタッフも紹介させてください。あちらにいらっしゃる、今日もね配信すごい頑張ってくれて、一人で6個のカメラを、すごいですよね、操作するという謎の、手が2つですよね、でもカメラは6個ですよね。じゃあどういうことなのかなっていうところがちょっとあのよくわからないんですけれども、やってくれている柿内幸太さん、ずっとリブティーズ、今まで今日入れて配信5回やってるんですけど、全部柿内さんがやってくれてます。だからもうね、本当柿内さんがいてくれて、こうリブティーズの配信成り立ったというところがありますので、そしてですね、あのお店のなんかこう配信設備とかも柿内さんやってらっしゃるんですよね。このあの M です新装開店、今日リニューアルオープンした M ですの、こうなんていうのかな、設備、あのカメラ設備うまく説明できない配信設備だ、そう、それもやってらっしゃるということを小耳に挟みました、そしてそしてですよ、あの今日もあのエムゼスのオーナーいらしてるんですけれども、これオーナーいらっしゃる、私の今見えるところにいらっしゃらないのですが、あ、いらっしゃいました。あのオーナーはエムゼス2号店があるんですよね。はい、2号店があって、それはねラジオの携帯で2号店を経営してらっしゃるんですけれども、FM 富士という、ラジオ局から日曜日の夜16時ですね、16時から30分間 の、 あの番組を、まあ、M です2号店としてやってらっしゃるんですけれども、この前出してもらったよね、そのラジオに。うんうん、マスター、うん、そう、マスター一言だけで言ってきた。そう、マスターとして、ね、そう、ここではオーナーだけど、そっちではマスターというね、うん、肩書きでやってらっしゃるということで、あのラジオ出させていただいたんですけど、まだ聞けるのか、もう聞けないか、なんかラジコとか入ってると後から聞けるって聞いたんですけどね、まあ、でも何らかの方法ですごい頑張ったら聞けるかもしれないそこまで頑張りたい人は世の中にいるかどうか分かんないけど、私もね、ちょっと実は聞けてないんで、どんな風に編集されてるのか、あの後で何らかの方法で聞きたいと思います。そしてもう本当面白いラジオっていうか、出演しただけだから聞いてないからなんですけど、出演した側としてすごい面白かったラジオ、皆さんぜひ聞いてください。あとね、リブティーズ、ここまた来月も出してもらうね。ありがとうございます。今日7月29日水曜日、うん、じゃなかったらごめんなさい、でもすごい水曜日な気持ちはしてますね。7月29日っていうのは、うん、ですね。なのでよろしかったら皆さん、またまたまた水曜メンバーとしたら、あと50年以上生きるかもしれないけれども、でも
日死んでしまうかもしれない、そしたらどうするかという気持ちで書いた曲です。
伝えするべきことはちゃんとお伝えできたかしら。リブディズの次は7月29日のですね、出してもらうし、うん、メンバーの紹介もしたし、なんか、そうそう、あの、いや、言ってください、じゃあ。ゆかりん、あんたも話してないかな。あの、マスマーケット、じゃあ、あの、あれ、配信もしてるんですけれども、応援チケットをいただけたら、お返しいただけたら、すごい今後のリブーティーズの活動資金になりますので、はい、もうね、リブーティーズ、あの、そう、こんなね、私たちリッチに、こう、なんていうんですか、こう、あ、このダイヤモンドの腕輪、腕輪って言わないかな、バングル、バングルとか、ね、こういう、そうそう、ダイヤモンド、ブリンブリンの。リングかとかね、やってますけれども、ね、皆さんこれがダイヤモンドだと思ってるかもしれないけれども、まあ、これしか持ってないんですよ、もうこれ以外はもうすごい財政難の状態なわけですよ、リングシーズだいぶ一応もう一本ありますよね。あ、ではごめん、ゆかりって、ゆかりいや、私はこの謎の演技はもうどうでもいい。はい、始めましょう。怖い。
ってなかったら配信の向こうで見てくれてたお客様、 Thank you。